こえるか、聞こえているだろうか。困った。これでオペレーターの方々につながらなければ俺はどうしたらいいかわからない。聞こえているだろうか。マットハッター、このままでは我々は餓死します。うん、そうだな。だがしかし、このような状況では俺はどのように動いたらいいものか、安全とつかない。大勢の方々が接続しつつあります。そうか、オペレーターの方々聞こえているだろうか。私は U1 マットハッターに代わりコメントを読み上げさせていただきます。こんにちはマスター、聞こえてるよ。よかった、ありがとう。私の名前はマッドハッター。魔導機関レギオンに所属する事件犯罪者専門の、まあ捜査官、君たち地球の概念で言うならば警察のようなものだ。ユアン、一刻も時間が欲しい。今この空間を移してくれないか。オペレーターの方々にですね。ああ。わかりました。了解いたしましたマスター。君たちに今からお願いしたいのは、今回はちょっと厄介なことになったな。君たちが住む地球を根城にしている次元犯罪者ウルトラミラージュを追って地球に向かっていたんだが、やつめ直前で俺の動きに感づいて罠を仕掛けたようだが、おそらくここはやつの用意した空間のところで、このままでは奴のところに行くことができなくなるばかりか、私はこのままこのわけのわからない空間で餓死してしまいかねない。さまざまなものが置いてありますねマスター。そうだな。ちなみにこういう時は君たち地球人のオペレーターに俺たちは頼ることにしている。ウルトラミラージュは地球をどうやら気に入っていたらしいが、奴の痕跡はこの地球に関連するものが多くあると思うんだ。君たちは俺の知らない物品について情報をくれると助かる。ちなみにこの映像だが、 U1 の魔力が尽きるまで30分しか持たないんだ。であるので、しばらくこの放送をこの配信を続けた後、30分ほど魔力の注入を U1 にしなければならない。なのでできる限りまずは30分以内にこの空間についての情報を私が得る必要がある。オペレーターの君たちが頼りだ。よろしく頼む。よろしくお願いいたしますオペレーターの皆様。さて、とはいえいろいろと物が置かれているのは分かったのだ、一体ここはどこなんだ。よろしく、よろしくお願いします。よろしく。ありがとう、よろしくお願いするよオペレーターの諸君。ちなみに先ほどから私がこもっているのは、この空間に様々に、そうだな、描かれている、あ、机の上にチェス盤、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 机、机、机、いろいろ、机とは何だマスター。これのことだろうか。これがチェス盤ですか、オペレーターの皆さん。はい、チェス盤。お、あった、そう、それ。これは何だろう、触っても平気なのか。触っても平気ですかオペレーターの皆様。我々の空間のものには触った途端に爆発するものがあります。慎重に動かなければいけません。触ってください、大丈夫です。このような、気をつけてくださいマスター、爆発します。あ、すいません、私の勘違いです。いるわ、少し冗談も大概にしてくれ。し
しかしチェス盤というものなのは分かったんだが、これは一体何なんだ。どのような意味がある。何かこれは一つ欠けているな。見たところ表と裏で様子が違うな。爆発しません。黒い駒を見せていただけますか。黒い駒、黒、これか。チェスではなく駒を組み替えるボードゲームかな。駒を組み替えるボードゲーム。駒というのは先ほど俺が手に取ったこれだろうか。真ん中がゼロに見えますな。ゼロ、ゼロとは何だ。オセロかな。ゼロのようですね。ゼロ、ゼロとは何ですか皆様。これのことか。これがゼロなのか。数字、数字、数字。我々の概念の通りでしょうか、うん、ゼロとは数字という概念です。それです。なるほど。まずこれがゼロなんだな。わかった。ゼロということはわかった。この形をしたものがゼロなんだな、うん、ゼロとは存在しない、何もないことを示す地球の記号です。ほう、ここにもゼロがたくさんあるんだ。うんうん、なるほど。ここだ。ここにもゼロとか。ああ、たくさんありますね。しかし他にも様々に、数字のようなものがあるな。他にもいろいろ調べてみましょう。そうだ、マスターアルファベットの O にも見えますね。アルファベット、アルファベットとは数字とは違う概念だ。ここにも様々に何らかの描かれているものがあるな。文字はご存知ですか。文字、ああ、書物に描くものだな。アルファベットというものは文字なのか。あ、数字というものも文字なんだな。なるほど、分かった。アルファベットは言語に使われる記号です。言語に使われる記号、うん、これはニトロコーヒーと書かれているそうです。ほう、ニトロコーヒー、ニトロ、うん、なるほど。美味しいものがありそうな気配がする。美味しいもの、なるほどな。それは非常に興味深い。これは何だ。何と書かれているんだろうか。カードよかったら教えてくれ。ん、一体何なのか分かりません。アルファと書かれているそうです。アルファ、なるほど。これも何か面白そうだな。これは何だ。金属的な何かですね。そうだな。ん？これだ。それは右手の近くにある、それをよく見せてください。右手の近く、右手の近く、どっち。多分こっちだ。どっちかな。何かそうだな、札のようにも見える。うん、こちらにも何かドックタグ、ドックタグ、タグ、金属タグのことかな。うん、ドックタグ。どんどん新しい言葉が来ますね、マスター。そうだな、この札と札のようなものはドックタグなんだな。よし、よかった、うん、これは何だ。数字が4つ示されているな。あー、ゼロらしきもの、あとは縦に何か描かれているもの、ぐねぐねと曲がったようなもの、と尖ったような、中に何か入っているんじゃないのか。何か入っている。これは触っても安全そうだな。先ほど俺も触ったし。金庫、ダイヤル錠かな。うん、スイッチのようなものがあるが、これは今降りないな。うん、番号を調べる必要があるとのことです。なるほど、番号というのは数字のことだな。先ほどのゼロがあった。このゼロというのは何か関連するかもしれない。ちょっと失礼、画面が荒れます。失礼地球の重力に引っ張られたようです。そうか、調べてみよう。ま
ずは数字が必要なことは分かった。だから数字がたくさんありすぎてどれを入れたらいいものかが分からない。他にもいろいろ見てみよう。とにかく今情報が必要だ。あ、そうそう、先ほど君たちと接続する前に調べてみて分かったんだが、俺は今呪文の演奏をすることができない。俺は魔法使いなんだが、どうやらここには魔法を発言することができなくする、そういう魔術がかけられているらしい。こちらにもなんか空間があるな。マスター、大丈夫ですか？マスター、結界のようだね。それは壁というものです。結界とも呼ばれます。透明の壁がある。ウルトラミラージュは現実を使うことが得意だ。もしかしたらここは幻影空間なのか。呪文については昨日、おとといと同じ状態ですか？ああ、私が扱うことが得意なのはアーケイン魔法だ。そのアーケイン魔法の呪文を唱えることさえできれば、ここの空間にかかっている現実を解くことも可能だろう。だがその呪文も重要なんだが、その呪文を唱える上で必要な構成要素というものがある。その構成要素を見つけ出さなければならないが、君たちにも伝えておこう。一つ、光り輝くもの、もしくは光を生み出すもの。もう一つは時を測るもの、時を刻むもの、そういう性質を持つものだ。そしてもう一つは座標を指し示すもの、もしくは方位を指し示すもの。今一つは真実を映し出すもの、真実を切り取るもの。今見ついた。オペレーターの皆様、今の言葉はメモしてください。もう一度お願いします。マスター、一つは光を生み出すもの、二つ目は方位を指し示すもの、もしくは座標を示すもの、三つ目は時を測るもの、時を刻むもの、四つ目は光を生むものだ。4つ目は真実を映すもの、真実を切り取るもの。最後の一つが何だったか、ちょっと思い出しておく。言うわ、笑うな。マスター、疑問、記憶力、しょうがないだろう。私も今焦っているんだ。とはいえここにはたくさんのものがあるな。まずは様々に見ていこう。これがオセロ版らしいものが分かった。ここに描かれているものはゼロだということは分かった。これは何だ？数字が動いているな。何か輝いて動いております。思い出したぞ。5つ目は目を覚ますような音が鳴るものだ。ほう、それが5つ目。あ、真実を切り取るものはこの通信の機械ではないかというお話が上がっております。なるほど。だがそれはすまない。今君たちが見ているその画像だが、 U1 の視界に映ったものなんだ。さすがに U1 は物ではなく、いや、物とも生物とも言えない魔法の事柄だからな。
だがそれももしかしたらそうかもしれないな。考えてみよう。稼働時間残り15分。わかった。とりあえずその光っている数字をさっきのナンバーロックに当てはめてみてくれ。光っている数字かな。だが数字はここには4つだ、ここには6つある。それも一番右側の数字は刻一刻と変わっていってしまう。まずはそうだな、変わりそうにない1317を入れてみよう。動かないな。姿が映る板はありませんかとのことです。姿が映る板、映る板、ここにあるぞ。姿が映る、うっすらとかが映る。あ、マスター、青い光というコメントが入っております。そうだな、確かに奥の方に青い光が見える。あれは何の光？あ、先ほど全体像が見えたでしょうか。お、3だ3だ、なるほど3だ。3すれば3と0は分かった。だがどの場所が3なのか、どの場所が0なのか分からない。地図を見てもらっていいですか。地図とは大陸図のことだな。地図大陸図、我々もよく見ますねマスター。これではないか。座標を示すもの、褐色の紙ではないのか。これ自体も確かにありえますマスター。ありえるな。よし、これを一旦気をつけてくださいマスター。そうだな。絶対に落とさないようにしてくださいマスター。分かっている。ここの空間のものとはいえ、壊してしまうのは問題があるからな。何かの弾みに爆発するのだけはやめてくださいマスター。そうだったな。座標を示すものらしきものは手に入れることができたかもしれない。ここには絵画がいくつかあるようだな。コンパスはありますかとのことが。コンパスとは何だ。コンパスとは何ですか。あと赤い光のボタンは一体という。赤い光のボタン、まがまがしい目玉のようなものが見える。その赤いボタンを押してみてください。これか。いや、だがしかし今ここに網があってちょっと触るのは難しそうだな。先ほど見てもらった動き光る文字のものは時を刻むものかもしれません。ほう、あれか。なるほど。赤いボタン、それを押してはいけない。押してはいけない。押すべきと言ってる。押せんな。押すじゃいけない。押してはいけないんだな。分かった。押さないでおく。強く押してはいけないと言われましたマスター。分かった。押すと大変なことが起こりそうだ。爆発すると言っています。爆発するのか。爆発するのはまずいな。よし。あ、丸くて針がついている手のひらサイズのものがコンパスだと思いますとのこと。手のひらとはこれのことだな。このサイズといえば丸くて丸い丸くて手のひらサイズ。それは我々の世界のマダに似ていますね。あ、これ外れるな。あ、その隣のやつですと。隣？これか。うん、確かに針がついていて。少しカメラを寄せます。
るほど、これはコンパスというものか。羅針盤かな、もしかしたら。ほう、羅針盤、それは方角を示すものなのか。方角を示すもの、友人の持ってるものに似ているね。はい、よし。ではこれは十分方角を示すものに相当するだろう。だとするならば、まあ先ほどちょっとちらっと思ったんだが、構成要素とするにはこの地図というものは大きすぎるのでな、元のところに落とさないでください。マスター、落とさないでください。頼むから、頼むから。ユーバーの心の声が聞こえる。うん、マスター、大きめに声を話してください。分かった。ちょっと聞き取りにくいらしい。一つ、まず一つ目が分かった。そしてこれが時を刻むものなのかな。あ、これはここに固定されているな。さすがに動かすことができなければ難しい。うん、残念だ。ここを中心に魔法陣を描くことを最終的には考えるべきかもしれないな。うん、とはいえこれが時を刻むものであるかもしれないということは分かった。ありがとう。二つ目が見つかったな。青い光の近くカウンター帽子を見てみたい。これ帽子、今これにカウンターの上に時計らしきものもあったよ。カウンターの上に時計、カウンターの上、帽子とカウンターの上と聞いておりますが、帽子とカウンターの上、帽子とカウンターの上、とりあえず帽子でよろしいのではないでしょうか。うん、これはそうだな、非常にちょっとそこそこ面白い形の帽子だな。うん、なかなかに趣味がいい。それ気温計かな？気温計っぽいな。気温計、温度計とかそういう感じ？ほう、とのことです。ほう、うん、とはいえ気温を測るものではないからな。これは一体何なんだろうか。それは何でしょう、マスター。初めて見ます。何かを調合するような器具でも見える。壁についてる丸いものは何でしょう。壁についてる丸いもの、壁についてる、申し訳ありません、私の力不足でズームはできないのです。すまない、ユーバーンの目は少々故障しており、大変申し訳ございません。うん、ユーバーン、あと何分だ。今23分51秒。分かった。水タバコだそうです、その管は。水タバコ、ちょっと我々が望んでいるものとは違うな。コンパスのあったあたり、壁のところをよく見せて、時計かもしれない。コンパスのあったあたり、これかな。壁。全体的に見せます。時計というものはありますか。うん、他には見つからないですか。すまない。実際はケーキ類だねとのことです。ケーキ類、大きな音が出るもの、壁にかけてある銃かな。銃、壁にかけてあるから。残り5分だな。
これは我々の使う魔導銃と似ていますね。そうだな。音を鳴らしてみる。音は出ます。音は出るな。一つ候補にしておこう。これで3つ目だ。やっぱりあの赤い光が目を覚ますような音だって。押すな押すな。押せと言われたり押さないでと言われたりどちらなのか。オペレーター諸君、一つお願いなんだが、俺たちは本当に君たちが頼りなんだ。できるだけ正しいことを言ってくれると助かる。オペレーターの皆様、よろしくお願いいたします。ああそうそう、ちなみにこの魔術を解くための呪文なんだが、いくつか先にして君たちに伝えておこう。一番目のワードは破壊を意味するものだ。次は悪魔、その次は悪い、その次は知識、そしてその次は幻想、幻惑、幻術などなど幻に関わる言葉、そして次に神秘、良い、知識、制圧、そして強い、光だ。この11のワード、このワードをアーケイン魔法で言うことができれば呪文を完成させることができる。皆さん覚えましたか？メモはしましたか？また次の配信の時にも一番最初に言うことにする。よろしく頼む。通信です、マスター。配信ではありません、通信です。通信か。しかしあと3分切りました。他にもボロボロありそうだから、この 通信が途切れてしまうと私は夕飯にマリコを充填する以外の行動が取れなくなってしまうから。お腹が空きました。ご飯をください。分かっている。ちょっと待って、これは書物のこれも次の配信で、次の通信で調べてみるとしよう。これほどまで重大に閉じているということは、何か重要なことが書かれているんだろう。こうか。しかし時を計るのは2週間ぐらいだよな。かわいいな、ユアン。鏡がないんでしたっけ、この部屋。砂時計とかないかな。鏡とはなんだ。先ほどのコメントにありましたが、姿を映すものだそうです。もっとはっきりと姿を映すものはありますかとのことでした。もっとはっきりと姿を映すものか。あと1分切りました。あと50秒切りました。この銀板だったら、もう少しだけはっきりと映すんじゃないか。でも歪んでいるな。これは難しいか。そっくりそのまま跳ね返すあれだね。鏡。鏡か。鏡があればいいかな。ここにはアルファベットと数字が書かれているんだよな。30秒切りました。できれば平面で磨き上げられているものがいいです。鏡。平面で磨き上げられている。あと4秒、3秒、2秒、1秒。聞こえるだろうか、オペレーターの諸君。聞こえているだろうか。聞こえるよ。ありがとう、オペレーターの諸君。
この通信を初めて見た方々のために今一度自己紹介からさせてもらおう。私の名前は窓機関レギオン第9課次元犯罪捜査課所属のマッドハッターだ。よろしく頼む。今君たちの住んでいる地球という場所に潜んでいる次元犯罪者ウルトラミラージュという犯罪者を追って君たちの地球に向かっていたんだが、どうやら罠にかかってしまったようだな。この異質な空間に閉じ込められてしまったんだ。おそらくこれは奴の張った幻想世界の幻想の魔法、それが張られているだろうし、また今私の方では魔法を使うことができない。唯一できるのは U1 を通して君たちに通信を行うことと、 U1 に対して魔力を供給すること、そういったことしかできないな。なので今これから君たちにお願いしたいことは3つほどある。1つはここに存在しているさまざまな物品のがどういう性質を持つのか、そういったことを俺に教えてほしい。そしてもう一つはこれから唱えなければならない魔法ディスペルイリュージョン、その呪文の詠唱の仕方、それを U1 を通して君たちが詠唱する、そういうことをやってほしい。そして3つ目、そのディスペルイリュージョン、それを構成するための構成要素、それを集める必要性がある。今その構成要素で集まっているのは1つ目、方角を知るもの、これが見つかっている。そしてもう一つになりそうなものについてはこちらだ。目を覚ますような音が出るようなもの、そういったものがこれなのではないかといった形で候補として挙がっている。もちろんこの中に他にも様々にあるのではないかということも考えた上でこれから様々にやっていかなければならない。こんなところだろうか。私は U1 です。よろしく。声がちょっと小さいとのことです。マッドハッター、もっと声を大きく、もっと声を大きく。わかった。もう少し声を張っていくとしよう。よし、それではここに本がいくつか存在する。これをに何かが書かれているかもしれないと思ったんだが、先ほどは時間がなかったんだよな。ちょっと調べてみようと思う。どうやらこれには次元の間に作る素敵な住処の作り方読む限りはどうやら次元転移魔法を悪用しての不可思議な空間を作る、そのような書物のようだな。これは何だな。次元の住処で困らないための100のトラブルシューティング。トラブルシューティング、なるほど。厳重に描かれされていたこれは何だ。あなたのお気に入りの空間をそっくりトレースする方法。なるほどな。ということはこの空間は奴が気に入った空間、それをまさにトレースしたということか。ここの空間がどうやらアルファという場所だということについては今俺は分かっている。先ほどその机の上にあったカードに描かれていたアルファベットの羅列がそうらしい。これだな。アルファ
アルファですね。うん、さあといった状況だ。オペレーターの諸君、状況は分かってくれただろうか。そこで今必要なものは方角が分かった、音も鳴らすことができる、光を生み出すもの、そして時を計るもの、時を刻むもの。まあ時を刻むものについてはこれも時を刻むものらしいということは分かったんだが、これを動かすことができないんだ。可能ならば魔法陣を描く上で動かしやすいものであることが望ましい。そして次に真実を映し出すもの、真実を切り取るもの、そういったものが必要だ。前回の通信の時にはこういった今透明な板のところに私の俺の体姿が映っているが、もうちょっとはっきりと映すものだったらいいんじゃないかと思ったが、残念ながらそのようなものは存在しない。もう少しはっきりと映し出すものがあればいいんだが。マスター、3、あそこの青い光が3から4に変わったとのことです。なるほど、これはすごく重要だ。初めてこの通信を見ている人に説明しておこう。実はここにこんなものが、中に何かものが入っているものなんだ。もしかしたらこの中に重要なものが入っているかもしれない。ここには4つの数字を入れる、そのような状況になっている。先ほどあそこには3と描かれていた、だが今は4になっている。どうやらこれは非常に重要なヒントのようだ。そしてここにはどうやら数字の0が描かれている。3と4と0、いや最初に見つかったのは0なので0、3、4か。そういった数字は分かるが、まだ3つしか分かっていない最後の1つの数字、これが何であるのか、これを解き明かす必要性がある。ドッグタグに刻印されていた文字は一体何だろうかという話が上がっております。マスター、ドッグタグは確かこれだったな。これでいいだろうか。ピントがなかなか合わない。ピントが映せました。何と書かれているだろうか。文字がよく見えない。アルファと書かれている文字は先ほどと同じカードの文字ですね。うん、日付はわかる。日付。2021。うん。2021。だがこれは3とも4ともつながらないし、そもそもこけたな。オセロ版、さっきのチェス版と言ってたものでしょうか。3番目が抜けているから3桁目が0ということでは。ほう、なるほど、これか。ここが抜けているからこれが3桁目ではないかということだな。それは素晴らしい推論かもしれない。ではとりあえずこの3つ目は0にしておこう。あと他の数字もある意味では4つ目の数字が必要だな。しかしここにはあまりにも物が多すぎる。今ゆっくりとここからここまでをオペレーターの方々に見せていってくれ。わかりました、マスター。青い光をもう少しちゃんと見たいというお話が上がっております。なるほど、そちら映しますね。そうだな、青い光の下のところを見たい。赤い光が見えます。そうだな、赤い光のところには0が4つ
並んでいるな。うん、赤い光は変わらずか、00のままか。今しばらくいろいろ見てもらっている間にディスペルイリュージョンの呪文のキーワードを伝えておくぞ。メモの準備をしておくれると助かる。先ほどマットハッターが刺したところに砂時計があったので見てもらっていいですか。キーワードの後でいいですとのことだが。ああ、いや、同時で構わない。まずは砂時計を U1 移してくれ。砂時計とはどれですか。これだろうか。いや、しかしこれは石ですね。そうだ、砂ではないようです。これは砂ではなく液体が入っているな。液体？砂ではありませんね。棚の上、この棚の上。あ、ちょっとすいません。カメラが下の方に行ってしまいました。棚の上。上にありますか？いや、これは片眼鏡の方であるし、棚の上、右に流してくれ。でも見る限りいかがでしょうか。あれだろうか。使ってでは、ディスペルイリュージョンのキーワードについて言っていくぞ。破壊、壊すといった意味だな。破壊、そして悪魔、悪い、知識、幻惑、制圧、神秘、良い、知識、制圧、そして強い光だ。2つお話が来ております。まずこちらの黒いものがカメラではないかというご意見が来ております。マスター、カメラとは何だ。カメラとは何ですか。皆さんの知識を貸してください、オペレーターの皆様。カメラは真実を切り取るもの？切り取るもの、姿を切り取るものでは？なるほど。それから棚の上の棚に懐中時計を見つけたそうです。懐中時計？懐中時計とはどういうものだ？これは懐かな。どれですか？懐中時計というものは。目の前の棚からこぼれてるやつ。こぼれてるとは。丸くて蓋のついたもの。これはここに、外れないな。固定されているようです。まあ場合によってはこれを取ることができないかどうかをやってみてもいいだろう。せっかく見つけてくれたのに。ただいま15分、15分経過。しかし
し、この帽子もなかなかに趣味のいい帽子だな。私も帽子には目がなくてね、この帽子をかぶってみるのもいいかもしれない。どうだろうか。この帽子はなかなか軽い。まあ、といっても遊んでいる場合ではないか。失礼。似合っておりますよ、マスター。ありがとう。これは明らかに人を傷つける原始的な道具のような気もするしな。ナイスハット、似合う似合うとのことです。ありがとう。帽子の時計ではダメという案が出ております。帽子の時計か。いや、でもこれは確か気温計とか言っていただろう。気温計ではな、時を測ることは難しいだろうな。といえば先ほども液体が見えていたが、これも液体で気になっているんだな。液体、黄色い液体なんだ。あ、液体もそうですが、ベルがあると。ベル、ベルがあるという話が来ております。いつの間にこんなもの。帽子の下から出てきたものは、帽子の横のベルは音が出ます。これがいい。大きな音が出ますね、マスター。目を覚ますには最適だな。これは構成要素として十分に使える。ありがとう。いや、帽子に気を取られてこれに気づかないとは。なかなかこれは恥ずかしいところを見せてしまった。これでいくつだ。1つ、2つ、3つ、真実を映すもの。映し取るといえば、先ほどからこれも気になっているんだ。これは真実を映し取る、取ったものを何かしっかりと描かれているようなんだな。私たちの世界とはまた別の特殊な世界のようです。そうだな、随分と枚数があるな。フルカラーのようですね。フルカラー、この厚さ、おそらく何ページあるんですか、マスター。ページ数かな。162ページの次が163、165ページぐらいはありそうだな。たっぷりですね、マスター。そうだな。どこかのネットの海で買えるかもしれません。どうやらウルトラミラージュはこういったものを読むのが、ここで読むのが趣味だったようだな。魔法の国のガイドブックですね、とのことです。なるほど。そんなことよりだ、そんなことよりだ、今3つは分かった。あとは一度確認しておくぞ。1つは方位を示すもの、目を覚ますものが2つ、そして真実を切り取るもの、これで3つだ。4つ目が光を生み出すもの。そうですね、光を生み出すもの。棚の上の人形の横のか、カウンターの上にあるランタンは動かせますか、とのことです。これか、動かせるの。あ、動かせそうか。気をつけて、マスター、気をつけてください。分かっている、ここのものを。しかしすまない、これは本格的なものだな。火を生み出すことができなければ、どうやら光を生み出すことはできなさそうだ。なるほど。残念だ。マスター、危ないので机の上に置いていただけますか。爆発したら私も諸共でございます。そうだな、俺も言う案も
ここで静かに匂いかな。そこの先ほどの液体、うん、液体についてお話が途中だった気がします。そうだな、そう、これは黄色い液体なの。そしてこちらには透明な液体。あ、そっちにもカップがあったのですね。そうだ、20分、あと10分です、マスター。気になりはするが。燃える酒？混ぜてみましょうよ。混ぜてみるとかどう？油だったりして。爆発したりしないか。やってみるしかないか。慎重に、マスター、慎重に。いいんだな、本当に混ぜてもいいんだな。よろしいですね。飲んでみるにはマシかと。ここでもし我々の通信が途中で途絶えたら、これが爆発したということだ。それを念頭に置いて見てくれ。これは光を放ち始めたのと。光った。おお、綺麗。おお、皆さんが、これは光を生むものだ。すごくびっくりしております。なんと混ぜると光る液体、これはすごいな。素晴らしいです、マスター。これは間違いなく光を生むものだ。4つ目が分かった。これで全部揃いましたか？いや、まあ場合によってはなんだが、これかこれが時を計るものだが、これはどうやら動いていないようだな。あ、動かないといけないですね。時を計るものといえばここだが、残念ながらこれは動かすことができない。これを動かすとなると、だいぶ大変になってしまう。できれば動かせるような状況があると助かるなら、まあ、もしくはここを中心に魔法陣を描く、そういったことをすればいいんだろうが、これらを固定して魔法陣の5つの点に置かなければならない。少々骨が折れると思っているところだ。うん、せめてこれの数字が分かればいいんだな。だがしかし、この数字も時間が過ぎれば動いたし、ここは待ってみるのも一つなのかもしれないか。なるほど、うん、オペレーターの皆様、アーケイン魔法の呪文の件は分かりましたでしょうか？そうだな、そちらの方もできればすぐに詠唱できるようになっておきたい。皆様のお力があれば、マットハッターがいかに魔法を使えないとも言うわ、それ以上言わなくていい。きっと素敵なことになると思います。例えば、ああそうだ、事前に俺の方からツイッターでアーケイン魔法の魔法語のリストをいくつか送っていたはずだ。それを参照して先ほど言ったキーワードを言ってみてほしいな。コメントをしてみてほしい。そうすればもしかしたら、十分に呪文が発動できるかもしれない。皆さんのコメントを、呪文のコメントを言っていただくことによって魔力が集まる可能性が高いと思われます。
ペルドデモニネクスインテクレスフィレレスオプリモカルロルインテレクスインテレクスクズニア途中が分からなかったとのことです。もう一度お願いします。分かった。破壊、悪魔、悪い、知識、幻惑、神秘、良い、知識、制圧、強い、光。以上ですか、マスター。そうだ。これをアーケイン魔法の言葉とともに順番通りに唱えてください。少しずつ唱えていただける方が増えております。ペルドデモニネクスインテレクスフィリオレンスカルオルインテレクスオブリモワスイグディツア。それが正解です。これを呪文を詠唱するべき時に詠唱することができれば十分にできる。例えば今は4つしかないが、五芒星を描くことができれば、それで呪文を継承するための魔法陣を作ることができる。魔法陣は描くのに時間がかかった気がします、マスター。そうだな。まずは最後の時を刻むものがはっきりと作ることができるまで U1 をチャージしている時間に魔法陣も一緒に描いておくこととしよう。あと3分切りました、マスター。とはいえもう少ししたらどうやらいけるかもしれない。そういえばこの本は何だ。あれじゃない、多分開かない箱の中に時間刻むもの入ってない。確かに箱の中にありそうだな。この中に、そうだな、音が鳴るんだ。金属質の、もしかしたらこの中に時を刻むものが入っているかもしれない。しかしこの本何だと。これも数字が書かれています。そのようだ。とりあえず0、3、4でどうか。あや、新たなダイアロックがなんと0、3、4。回らんな。あと50秒切りました。すまないみんな、また新たな謎が深まってしまったようだが、とはいえ今最も解くべきなのはこれ。そしてもしかしたらこの中にも重要なものがあるかもしれない。それを念頭に置いた上でもろもろやっていかなければならないが、だがオペレーターの諸君のおかげでここから脱出するための算段は随分経ったように思う。ありがとう。それではこれから30分間 U1 をチャージしなければならない。また30分後に。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。聞こえるだろうか、聞こえるだろうか、オペレーターの職員、はあ、無事に繋がってくれるといいんだが。
君たちにもろもろ手伝ってもらったおかげで U1 の機能を使って魔法陣を描くことができた。残念ながらどうやら磁場の都合でここにしか魔法陣を描くことができなくてな。映像は見えていますか？見えているだろうか。映像は見えていますか？マトハッタ、申し訳ありませんがもう一度お願いいたします。ああ構わない。どうにも U1 の調子が悪かったようだからな。聞こえているだろうか、見えているだろうか。通信復活、見えたとのことです。よかったです。まあ随分と U1 には無理をさせてしまっているからな。おそらくこの通信が最後になってしまうだろう。なんとかこの30分以内にウルトラミラージュを追い詰めなければならない。魔法陣がここにしか描けなかったぐらいまで聞こえて止まったそうです。そうか、ありがとう。とはいえ、まあ重要なことはほとんど終わっている。今光を生み出すもの、そして方角を知るもの、目を覚ますもの、そして真実を切り取るもの、この4つの構成要素は揃っている。あとの1つは時を刻むもの。おそらくこの中に入っているかもしれない。もしくはそれが差し示されるんじゃないかといったことに一部の望みをかけているところだ。あとは順番だな。先ほどが、お、ヒロワン、あそこを映してくれ。青い光ですか？ああ、そうだ。あれは、これは数字というもの？うん、そうだ。1、1、1と皆さんは申しております。先ほどからの出てきていた数字を考えるに、最初一番最初の通信では3だった。そしてその次が4、そして最後が1ということだな。3401または341。うん、ここに示されているのは4つの数字では、オペレーターの諸君の言葉に従って3401と入れてみよう。無事に開いてくれればいいんだが。このように見えるだろうか。3401だ。では開けよう。開きました。これは何だろうか。先ほどから皆が言ってくれていたケーキ類のようには見えるが、時計だと思います。腕時計じゃん。からあった懐中時計や、あの機械のような時を刻むものだ。ということはこれで5つが揃った。もう一つの箱のものも、本の箱も開けてほしいとのことです。341でやってみてくださいと。341だと分かった。340じゃなくてもいいんだな。341で開けてみてくださいとのことです。分かった。341見えるだろうか。341これだっていうか。341、はい。では開けてみよう。お、お、大丈夫か。カメラが私のカメラが、目線が、申し訳ありません。あ、回復しました。 OK、 では開けるぞ。そもそも開けられるかどうか分かんないよ。回ったな。ん？回った。あ、これは開けられたのでは。ん？これは何でしょう。水晶柱。おー、開いたー。ワンド？
アップでお見せします。どうやら魔法の構成要素のようだ。もしかするとオペレーター諸君、呪文を詠唱してはもらえないだろうか。先ほど俺がディスペルイリュージョンをの呪文の構成のキーワードの一つが光のコマンドを唱えてみても欲しい。先ほどの魔法全部ではございません。光の単語です。光を示す単語だ。光を示す単語は、アーケイン魔法の単語は何だったでしょうか。今皆さんのコメントをお持ちしております。イグニツア、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 皆さんの魔力が集まってきた。あ、光るんだ、イグニツア。これも光を生み出すものだな。であれば構成要素の一つに強力にさせるためにも入れればよろしいのでは。そうだな。よし、これで5つの構成要素が揃った。早速ディスペルイリュージョンを取り行うとしよう。ではオペレーター諸君、協力してもらいたい。先ほどの5つのキーワードの呪文、それをできればコメントしてもらえないだろうか。5つのキーワード、11ではなく11ですよね。なぜ5つ。ああ、5つの5つの構成要素のですね。はい、かしこまりました。発光液、発光液は光るものではないのですか、とのことですが。いや、これも光を放すものは、これは随分と魔力の伝導が確かだな。ダメだ、これは使えなさそうだ。じゃあやはりその光る液体の方が良さそうですね。これの方が良さそうだ。どうやらこいつは奴が用意していた罠だったんだろう。危ない。ではよろしく頼む。改めて呪文を聞きたいとのことです。まず一つは破壊、悪魔、悪い、知識、幻惑、神秘、良い、知識、制圧、そして強い光だ。よろしいですか、皆さん。大丈夫ですか。それではマスター、魔法の詠唱をしていただくでよろしいですか。ああ、お願いします。はい、それでは皆さん、アーケイン魔法のディスペルイリュージョンの魔法を唱えてください。ものすごい勢いで唱えられていっております。ペルド、ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィレレス、カルロス、カルロル、インテレクス、オプリモ、ワス、イグニツヤ。ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィレレス、カルロル、インテレクス、オプリモ、ワス、イグニツヤ。ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィルレファレンス、カルロル、インテレクス、オプリモ、ワス、イグニツヤ。ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィルレンス、カルロル、インテレクス、オプリモ、ワス、イグニツヤ。ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィレレワンス、カルロル、インテレクス、オプニモ、ワス、イグニツヤ。ペルド、デモニ、ネクス、
インテレクス、フィルレフェンス、カルロル、インテレクス、オフクリモ、ワス、イグニーツヤ。では、最後に、ぜひ、今発生しても大丈夫な環境にあるオペレーター諸君、諸君らの魔力も同時にここに送り込んでほしい。さあ、では、共に唱えよう。リュウアン。はい。ペルド、デモニ、ネクス、インテレクス、フィルレファランス、カル、ロル、インテレクス、オプリモ、ワス、イグニツヤ。ディスペル、イリュージョン。これは今、皆の魔力がこの空間に満たされた。きっと、これでこの空間を抜け出ることができるだろう。このドッグタグは随分と例のウルトラミラージュが潜伏していると思われるアルファという酒場にゆかりがありそうだ。こいつを今気づいたら、ここは扉になっているようだな。この扉の奥に移しようか。そうそう、あいつをすぐに捕まえるにあたり、バインドの呪文をユアン、君に一旦預けるとしよう。オペレーター諸君。はい。にも聞いてほしい。どうやら幻想の魔法が解除されたことによって、私も呪文を自分から言えることができそうだな。ムーとアグニーコルポレンインテレクス、マイヒル。バイン。この魔法の手錠をやつに、クワイルウェールのユアン、頼むぞ。かしこまりました、マスター。さあ、それでは行こうか。この空間を抜けて地球に。頼むぞ。ここは、あいつは、あの姿は、やつは何をやっているんだ。どうやらここは地球のようだな。ウルトラミラージュ見つけたぞ。お前はマット張った。この後に及んで美味しそうに食い食べようとしてやがって。そりゃ美味しそう食べるでしょ。シュワリだぞ、海鮮丼だぞ。これ見てみ、最高最高、すごいでしょ。いや、しかしマット張った、お前も油断したな。あー、わ、私も油断したよ。君がまさかあそこの空間から抜け出すとはね。ま、とはいえ私もウルトラミラージュだ。
君から逃げることなんか朝飯前だよ。ほう。いやー、ゆうひげはりゅう。そうはさせない。バインド。魔法ごと封じたけ。さあ、その手を差し出すがいい。では、アルデバランへ連行だ。いや、ちょっと待って、シュワル定食まだ食べてない。海鮮丼食べてないから、うちの牢獄で臭い飯でも食うんだな。ちょっとやめてくれよ、冗談じゃねえだろ、こんな。ちょっとせっかくの休暇だよ。発動せよ、店員魔法。いやー、しかしこれは随分とうまそうなものだな。海鮮丼とやつは聞いたが、いや、しっかりとこの照り具合最高だな。少々お待ちください。先ほどのミラージュの影響で重力が重力が、あ、こちらですね。できたか。こちらですね。うーん、なんだかたくさんありますね。そうだな、はあ、まあやれやれ。今回はとんだ災難だったな。オペレーターの諸君、みんな君たちのおかげだ。どうやらこれでウルトラミラージュもこの地球でこれ以上悪さをすることなく捕まえることができた。感謝する。さあ、このドッグタグはささやかな例に君たちに概念として後で魔法を使って君たちに届けようと思う。まあ、このドッグタグを通じて君たちと過ごした時を記録して君たちに伝えることができる。キーワードは、受け取るためのキーワードはクロスラープチャンネルだ。あと、このトークタグを手に入れるためには、そうだな、物理的に手に入れたいということがあるかもしれない。なんせこの魔法はあくまでも概念だからな。君たちの言うところの電子データそしてしか伝えることができない。このドッグタグを物理的に手に入れたければ、この座標が示すところで言うならば埼玉県入間市にあるというシューティングラウンジ、あるそこの会員になれば手に入れることができるらしい。ぜひ訪れて手に入れてくれれば俺も嬉しい。さて、こんなものがここに置かれていたら食べないわけにいかないな。とはいえ、オペレーター職人はこういうのを確かメシテロというんだったか、メシテロのような形になってしまって、俺はテロリストになりたいわけではなかったんだが、これを君たちの目の前に出現させる魔法があればよかったんだが、残念ながら俺にはそこまでできない。この定食はもったいないので俺が食べることにするよ。ぜひこのシュワル定食だったか、これもここに訪れたならば君たちも食べてほしい。さて、では長々と付き合ってくれた方々も、これだけの時間少しだけだったが付き合ってくれた方々も、無事にこのあのウルトラミラージュを捕まえることに協力してくれて感謝する。ありがとう。さて、じゃあいただくとするかな。あ、マスター、とりあえず、あ、こういう時に何と言ったらいいんだとか知ってるぞ。とりあえず生ってやつを頼む。はい。では皆さん、ありがとう。
ごきげんよう。通信を終了します。皆様本当にありがとうございました。最後は飯テロというものを見て終了いたします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。オーバー。